はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日2月24日なんですけども、基本的にね、先週に引き続き今週もポジションは持たないという方針でこの相場解説はさせていただきます。まあウクライナの情勢はじめファンダメンタルズがかなり強いんでですね、こういう時にはテクニカルってのはあんまり生きないんですよ。ただファンダメンタルもある程度溜まっていくと、これがテクニカルになっていくんですよね。つまりファンダであろうと何であろうと、チャートが積み上がっていくと、それをもとにテクニカル分析っていうのはみんなでしますんで、結局テクニカルに物事ってのは戻っていくんですよ。まあでもね、これがね、実際の回線とかドンパチってことになると、またファンダメンタル強くなりますんで、その辺も警戒してですね、相場解説の方はエントリー基本的にはなしでお送りしたいと思います。ところで今日ね、日米で、平和首脳会議なるものがあったそうなんですけども、中止になりましたね。つまりは、これ、実際の回線が近いってことだと思いますんで、今月はね、FX に関しましては、まあ私レベルでしたらね、エントリーをしないという決断に振り切った方がいいと思います。危なっかしいです、とっても。ただ、ギャンブルみたいに、もう乗るか反るかやりたいって言うんだったらそれは止めませんけども、私はこういう時はね、儲けたにしても損するにしても何の役にも立たないんですよ。だって戦争の時の相場っていつ役に立つんですかってことですよね。まあ私はね、ちょっと今回はポジションを抜きながら解説だけしていこうかと思います。以上、前置きは終わりまして、相場解説、デイリーからいきます。はい、デイリーなんですけども、ダブルトップがありますよね。で、ダブルトップの間の、この一番低いところ、これをこう結んでいくとですね、ここを割るかどうかっていう話になってくるわけなんですよ。つまりはこのゾーンとのレンジが今形成されてますんで、さらに言うとですね、この赤い線引きましたよね。赤い線2本で、この間のレンジで一旦は収まるかなと思ったところ、今のところこれが収まってるわけですよ。で、これから4時間1時間見ていきますけども、多分ね、この辺りでね、もうレンジが新しく形成されるんじゃないかなと思います。つまりこのレンジをどう破るかによって今後の動きを見ていくってことになるわけですよ。よろしいですか。これがだから全体像です。じゃあ細かく4時間を見ていきますよ。4時間1時間と。で、4時間なんですけども、はい、で上からね抑えられてきて下落を少しずつしていってるわけなんですけども、やっぱりここで114の519の話は昨日しましたけども、ここで跳ねてほら横ばいに入ってますよね。1時間だともっとよくわかると思いますので1時間しますよね。横ばいに入りましたね。こういう風にボックスに、あとこの横ばいをどう破るかを見ていけばいいんですけども、さらに赤い線を注目すると、赤い線でも横幅ができてるでしょ。だから今トレンドは収まって拮抗状態になってますよね。まさにウクライナ状態です。どっちが先に手を出すかっていう形になってます。でも回線の準備はしっかりできている。つまりはブレイクアウトの心構えは私たちもしておかなければならないってことになります。さあ最初はですね、こちらをどう破るかってことを見ていく。その次はこちらをどう破るかってことを見ていく。その上でエントリーはしません。ただ仮想でエントリーしたと仮定してですね、相場解説の方をこれからも見させていただこうかと思います。いや、どちらにしてもね、戦争は投資家にとってもあんまりありがたいことではないんですよ。特にテクニカルの投資家ってのは安定した相場だからこそ急激な値動きにブレイクアウトが仕掛けられるんですよね。でも今みたいに安定してないとね、もうどっちに向かうのか、それこそ後追い後追いになっちゃうんで、エントリーのポイントなんて見えるわけないんですよ。それはもうね、超上級者のファンダメンタルもできる人ならいいんですけども、まあ私はそこまで FX に入れ込もうと思わないんで、テクニカルで理解できる部分に関しましては勝率を高くしていくことはできますけども、テクニカルが通用しないところでは私はもう勝負はしませんのでね。まあ、そこまでの FX スキルですね、ファンダメンタルズはもう排除、ファンダメンタルが濃い時はやらないっていう方針です。以上です。ありがとうございました。